神風ファクトリー YD2 シリーズ RD1.0 SD2.0 用インボードサス変換キットをリリース。 YD2 シリーズ RD1.0 SD2.0 のノーマルフロントバルクにポン付けできるインボードサス変換キットです。ロッカーアームは垂直になっていることでインボードの動きの渋さがなくなっています。アッパーデッキ側のカーボン製インボードダンパーマウントは2種類付属しており、倒立サーボにも対応しています。完成までに別途必要なものは、標準でダンパーが取り付けられる位置に使用するターンバックルになります。一部に横模製パーツが組み込まれていますが、そのパーツが廃盤のため次回の販売可否は不明とのことです。価格は定価8800円税込みとなっています。それではまた次回お会いしましょう。